今日はこのような機会いただきましたので、慎吾先生方の並びに、総合大学教室で、岐阜大学の先生に発表しています。で、私は岐阜大の当社のセンターにおりまして、当社のバイオロジーやってるんです、ウェットの人間なんですけども、直接データベースに携わってるわけじゃないんですけれども、当社のバイオロジーやってると、ゲノムだとか、プロテオムだとか、メタボロームというところに密接に関わってくるので、今日はそのあたりを感じていただければというふうに思います。よろしくお願いします。僕はタンパク質の上の糖鎖について研究をしています。でこの丸とか四角で書いてあるのが、一つ一つの糖を表しているんですけども、糖鎖といっても、いろんな形がありまして、中でも最も普遍的に、酵母から保存されているこの N 型糖鎖の動物での機能というものを調べています。でここ30年ぐらいの生化学研究、医学研究で、特定の構造の糖鎖が特定の疾患に関わると、なんとかアルツハイマー病だとか、そういうことが分かってきています。で、この糖鎖なんですけど、どうやって作られるかといいますと、細胞の中で作られまして、ゲノム情報をもとに、糖点酵素と言われている一群の酵素が発現しています。で、これは人のゲノムだと大体180種類ぐらいあります。で、ほとんどのものがオルジ体におりまして、オルジでファンクションしていると。で、ここを糖鎖就職を受けるタンパク質を通過する過程で、いろんな形の糖鎖ができてくるというような格好になっています。で、これだけでもなくて、糖鎖というとやっぱり原料になってくる糖が必要になってくるので、細胞の中の糖の代謝系、メタボロームが密接に関わってくるという形になっています。で、僕の個人的な興味としましては、この細胞の中で起こるこの糖鎖の発現の制御メカニズムですね、のところがまだほとんど分かってないというのが現状なので、そこを明らかにしたいと思って、一つやっているというのと、あとはアウトプットとしては、やっぱりこう病気にかかれるのは糖鎖の機能、あるいは基礎研究ということをやっています。で、N 型糖鎖といっても、いろんな構造体制があるわけですけど、大きな構造上の特徴として、こういうふうに枝分かれ構造があるということが知られてまして、たくさんこういうふうに糖の枝分かれ構造があります。で、もうずっと昔から生化学研究が行われていて、こう一個一個の特定のこの枝を作る糖点酵素っていうのがもう同定されて生成されて遺伝子クローニングされているというのが現状です。で、ポイントとしましては、この糖鎖のそれぞれのこの分岐していく枝っていうのが固有のファンクションがあって、特定の疾患に関わってくるっていうのが、ノックアウトマスの研究などから分かってきているというのが現状です。で、僕はその中でも、この辺のこの猫の枝とかこの辺りの枝に注目して研究を行っております。で、この N 型糖鎖の枝分かれがどういうふうにできるかというのをもう一つ少し説明いたしますと、共通になる出発材料の糖鎖が細胞の中であります。で、ここにいろんな酵素が作用して、いろんな枝分かれができる。例えばこういう GMP3 と呼ばれるやつが働くと、ここに枝分かれができるし、こういう5だとか4だとかやつが働くと、他のところの枝分かれ構造ができてくると。で、枝分かれだけじゃなくて、こういう縦に伸びることも分かってまして、これはガラクトースという糖ですけど、それがさらに伸びていったりすると。で、できてくるそれぞれの構造がさらに別の枝分かれができたり、縦に伸びたり横に伸びたりして、無数のこうバラエティができてくるわけですけど、それをグライコームと呼んでいます。で、このグライコームが、どういうもので規定されているかって考えますと、やっぱりそれぞれの糖点酵素の発現量、それから活性、あるいは基質の特異性、それからさっきも言いましたけども、糖の原料ですね、糖のクリオチンの形で使われるんですけど、そういうものが細胞の中にどのぐらい存在しているかとか、そういったものによってトータルで規定されているというのがグライコームというものになります。で、この酵素の基質特異性ってもう少し説明したいんですけれども、ちょっと面白いこともありまして、さっきも言いました通り、ここの共通の出発原料の糖鎖があって、この GMP3 というのが働くと、ここに枝分かれができます。で、4とか5って別の酵素が働くと、こっちが外側に伸びるんですけど、で、それぞれもう一回それぞれ作用すると、こういうさらに枝ができるような構造ができると、単純に考えればこうなんですけど、実際に細胞の中ではそうはなっていなくて、構造学的な観点から言いますと、こちらから一旦行くと、こちらには 100% 行かないということが分かってますが、こちらからは行くというようなことも分かっていると。ちょっと経緯が複雑になっているけど、この GMP3 という構造が働くと GMP4 や5が働けなくなるというのが生化学や酵素学的な解析から分かっています。で、こういうところのルールっていうのを僕は知りたくて一生懸命いろいろ調べてるんですけど、例えばここで言うと、この GNT5 っていうものの結晶構造解析なんかをやってるわけですけども、そうすると
こっちの形の基質はスポッとはまるんですけれども、こっちに一旦この GMP3 っていうのが入れた基質は全然はまらないとか、そういうことが分かってきています。で、まあこういうのがたくさんあるってわけじゃなくて、まあ、こういう例は稀なんですけれども、というこういう例もあるということです。で、特にこの GMP3 っていう酵素が着目していて、まあ、いろんな糖鎖の発現とか機能を調節するということが最近分かってきています。で、ちょっとこの糖鎖酵素について少しもう少し説明したいと思うんですけども、病気と関わるということも分かってまして、ちょっとアルツハイマーとの関連の話をしたいと思うんですが、この糖鎖酵素があります。これバイセクトと呼んでるんですけれども、この糖鎖酵素を作る酵素をノックアウトしたマウスではこういったような形の糖鎖がたくさんできるというふうに考えるわけです。で、これがアルツハイマーと関わるということが分かってきたんですけども、ちょっとアルツハイマーの話をさせていただきますと、皆様方ご承知のアルツハイマー病というのは進行性の認知性疾患ですけども、こういうふうに脳が萎縮した患者さんの脳を見ると、こういうアミロイド β っていうちょっとゴミのようなものがたくさん溜まってくるということが知られていて、これが非常に悪いということが分かっています。で、この糖鎖をノックアウトしたマウスを見ると、そういうこうアミロイド β の蓄積がほとんど見られなくなっていることが分かりまして、何かこの糖鎖っていうのはこのアルツハイマー病の治療標的になるだろうというようなことが分かりました。で、このネズミの記憶能力をこう明度にやらせて測ってみますと、それも改善しているということで、まあ、特定の糖鎖は特定の疾患のターゲットにもなり得るよということが分かってきました。で、じゃあなんでこんなことが起こるのかというのをもう少し詳しく調べてみたんですけれども、糖鎖はタンパク質についています。で、タンパクの軌道が変わることによってこれが起こると。で、先ほどから言っているこのアミロイド β というのは何かというと、これがペプチドなんですけど、もともとこの APP というタンパク質がこう2段階の切断を受けることによって生じてきます。で、この切断はこのベース1というものとガンマ切断図というものが行うことが分かっています。で、従来はこういう分子は全て糖タンパク質で N 型糖鎖を持っていると。で、その機能が糖鎖によって制御されるということです。で、このノックアウトマスでは何かこういう分子の機能が変化しているのではないかというふうに考えて、まあ、糖鎖構造を調べていくと、結局のところこの全てについているわけではなくて、 N 型糖鎖を持っている分子のうちのこのベース1というタンパク質の上に選択的にこのバイセクト型の糖鎖が発現しているということが分かりました。で、ちょっとこれはデータになりますけれども、こういうバイセクト型の糖鎖と反応する植物レクチンの中に染めると、このベース1というのはよく染まってくると。で、この糖転移酵素を乗っかってするとその種類が消えるというわけです。で、この糖タンパク質の機能が本当に糖鎖なくなったら変わるのかということですけども、それを調べたらこちらの結果になりまして、もともとこの APP っていう分子自身の量はこの糖転移酵素があろうがなかろうが変わらないんですけれども、このベース1というものを切った後のこの断片を見てみると、この糖鎖の復活すると、まあ、かなり下がってて、まあ、できてくる Aβ というものアミロイド β という量がすごく少ないと。ということで、いろいろやって分かったことは、ある特定の糖タンパク質に特定の糖鎖構造があって、それがなくなると機能不全が起きて、まあ、この場合ですとこのアミロイドが作られなくなってアルツハイマー病の症状が改善するというようなことが分かってきました。で、これちょっと簡単にまとめますと、ご自体の中でいろんな糖鎖修飾が起きるんですけども、特定のタンパクがなぜか選別されて特定の構造がつくと。で、ちょっとデータを示してないんですけども、このベース1というのはアリエンドソルブでファンクションしていて、普段はこの APP というのを切ってアミロイドいっぱい作っていると。で、それが溜まっちゃうとアルツハイマーになっちゃうというわけなんですけども、結構いろいろ調べて分かったのが、この糖鎖を抑圧すると、なぜか分からないんですけども、このベース1という分子のいる場所が細胞の中で少し変わりまして、エイトエンドソムとかライソソムとかに行って APP を切れなくなるということで、アミロイドはあまり作らなくなるというようなことが分かってきて、何かこの糖鎖のファンクションが一つ分かったかなというふうに思って、それはそれで良かったんですけども、ここでちょっとふと考えまして、で、今ここの糖鎖の糖転移酵素をノックアウトしていると。で、普通に考えると、ここがなくなる、この先がなくなるというふうに思うわけですけども、本当にこれだけなのかというのをちょっと考えるべきじゃないかというふうに最近思い始めてきまして、と言いますのは、最初に言った通り、このGMP3 っていう酵素は他のこういう酵素に影響を与えるっていうことが昔から言われているので、ちょっと本当に何も調べないでこれがなくなるだけだと思っていいのかというふうに考えまして、
じゃあこのノックアウトマスのグライコームというものをちゃんと調べようと思ったのはこちらになるんです。ちょっとごちゃごちゃしてて申し訳ないんですけども、これは広島大中野美役先生にやっていただいたんですけど、野生型のマウスとこの当転移酵素のノックアウトマウスの脳からこの N 型糖鎖っていうのを抽出して、ざっと調べたのがこちらになっていて、この青色のやつがこうノックアウトマウスでなくなったやつで、赤色が増えたやつですね。でこの青色のなくなったやつっていうのはこういうバイセプト型の糖鎖が持っているか、もしくは持っているだろうと推定されるようなものが書いてということで、やっぱりこの酵素がなくなるとこのバイセクト型の糖鎖というのはなくなりましたと、これはリーズナブルな結果なんですけども、でその時じゃあ増えたやつ一体どうなるかっていうことで見ると、単純にこいつらがなくなったものが増えたというよりむしろちょっと分かりにくいですけど、この赤い三角で書いてあるのは不酵素だとか、この紫で書いてある CR3 という糖があるんですけど、そういうものを持った糖鎖がかなり劇的に増えているというのが分かりました。ちょっとあれだと分かりにくいので、もう少し分かりやすいように見せるとこういうようになってまして、例えば、こういう赤い四角で書いてある、三角で書いてある、フコースと反応するようなレクチンで収めてみると、ノックアウトすると、全然ここと関係ないようなところと思われるようなものなのに増えてると。で、末端の CR3 というものを見ると、やっぱりちょっと増えてると。ここのバイセクトというのがなくなると、なぜか増えると。で、違う末端の糖鎖で、こういう HM キャンと呼ばれているものなんですけど、それもやっぱ増えてると。いうことで、どうもこのバイセクトの枝分かれ構造っていうものは、いろんな糖鎖、末端構造の整合性っていうのを なぜか抑制していて、これを乗っかってすると増えてくると、おしなべて増えてくるっていうことが分かりました。でなんでこんなことが起こるのかなっていう理由が知りたくていろいろ調べたんですけど、まずその関係ある糖転移酵素の発現量を全部片っ端から見たんですけども、その発現量自体は全然変わってないと。ということで、メッセージのゲノムの段階じゃないと。で、いろいろ調べて分かったのは結局ですね、酵素学というか、基質特異性で全部説明できるということが分かりまして、これはこういうオリゴ糖、糖鎖を自前で調整しまして、バイセクトを持ってないやつと持ってるやつと調整して、こういう、このフットっていうのは、酵素を作る、糖転酵素で、そいつらと混ぜて酵素活性をこういうふうに測っているわけですけども、そうすると、4つ調べたんですが、4つ中3つはですね、このバイセクト型の糖鎖に対して反応性が低いということが分かりまして、どうもこの糖鎖の末端を収縮するような酵素群っていうのは、このバイセクト型の構造が嫌いで、あまりこう活性を高く示さないということが分かりまして、裏を返すと、このバイセクト型の糖鎖っていうものが、枝分かれが入ると、いろんな糖鎖末端の収縮が起こらなくなって、糖鎖の構造全体が大きく変わると。抑制する方向に行くというようなことが分かりました。で、ちょっとすみません、ざっぱな話になりましたけども、ちょっとお話まとめますと、言いたかったのは特定の糖鎖構造がしっかりの治療ターゲットとなるということと、それからやっぱりこのグライコームっていうのも僕はいろいろ調べなきゃいけないんですけども、そうするとやっぱりゲノムだとかプロテームだとかメタノボロームだとかいうものもやっぱ考えないといけないということですね。当然ですけど、糖転移酵素の性質というのを調べるんですけども、こういった他のデータベースから得られる情報というのも活用していかなきゃいけないと。で、今は糖鎖構造自体のデータベースではあると思うんですけど、やっぱり個人的な意見としては、こういうものと何かリンクさせたようなデータベースがあると非常に皆さん糖鎖でない人も使い勝手がいいのかなというふうに思います。ただそうは言ってもこのグライコームというものの変化っていうのはすごくまだ予測できない、いろいろ分かってないことが多いということで、僕らみたいな生化学者がもっと頑張ってデータを蓄積する必要があると思っています。で、いうことで、その糖鎖の構造情報と他の情報をリンクさせたようなデータベースができることを期待しています。今日の元気の先生方に感謝申し上げます。以上です。ご清聴ありがとうございました。